こんにちは、イラストレーターの安田です。今回は、お家のイラストを描く動画について16倍速でまた再生していき、まあ賞味3時間を16倍速にするので10分ぐらいですね。まあその動画を見ながら解説していくという形で撮っていきたいと思います。じゃあ再生していきます。下書きは無視してますね。ちょっと途中でデザイン変えようということで、左右対称系のものから、そうでないような形、まあ上から見たら L字型っぽいような感じのお家を、書き直してるような感じで、当たりを取り直してますね。奥にちょっと茂み、森があるような感じで、家の隣に何だろう、まあ樽とか入れるような感じでしょうかね。まあ大体できたところからパース定規で、まあ聖書に一歩近づくというか、まあもうちょっと丁寧な作業をし始めてるっていうところでしょうか。まあアイレベルが150センチぐらいっていうのをね、念頭に入れながら、物の大きさみたいなものをね、それをアイレベルを基準にし、まあどんどん描いているっていう形でしょうか。まあ今回も、一点通しでやってますね。まあ床をね、素材として使い回しをしたいという、まあカスタム背景素材集ということなので、そういう一点通しだったりはするんですけれども、はい、家の、正面の方ですね。これ半分だけ書いて、それを後でコピーするっていう魂胆で、やってる感じですね。まあ、上の階の窓と、まあ、下の階の窓も同じようなものなので、まあ、使い回しみたいな感じで、まあ、奥もちょっと、使い回しじゃないですけど、まあ、壁の部分だけは、そう持ってきて、まあ、パースに当てはめして、つつ、まあ、細かいデザインをちょっと取り直しているというような感じでしょうか。今ちょっとレイヤーを整理しているような感じでしょうね。まあ位置をもうちょっと微調整して、まあより、整理された形にしつつという、まあ前回もそうなんですけど、まあ最初からね、綺麗な線画を描くっていうかは、もう仕上げの段階で、まあ丁寧に作業をしながら、まあ彩色と、まあその形の調整みたいなものを、まあ、同時並行的にやっているっていうところですね。まあ屋根もちゃんとつながってなきゃいけないってところで補助線をかけながらより細かいところを、今は屋根じゃなくてトンネルじゃないや、煙突ですね。で、まあ、家の前に花壇をつけて、その後ちょっと木を植え込んでるっていう感じでしょうか。でさらに奥には茂みみたいなものを作った後に、消失点の上に傾斜消失点があるので、まあそれでちょっと屋根を調整しつつ、あとはちょっと細かいところ、細かいまあフレーム、まあ木枠みたいなところをちょこちょこ描きつつ、あ、空もグラデーションつけて手前を置くみたいなのを、表現してたりしますね。まあなかなか描きながらデザインもちょこちょこと、整理しつつって形なんで、まあ一発で決めるっていうよりかは、やりながら少しずつ変形とかを駆使しつつ、より、まあ適切というか、自然な雰囲気になるように、作り変えながら作成してますね。ちょっとドアのディテールに着手し始めましたね。木のフレームについても、ちょっと書き込み、まあ上の方は光に近いってことで明るくしつつ、まあ、下の方はちょっと絞るような、ちょっと暗い感じでっていう。まあドアに関しても同じように、細かいところを描きつつ、まあ下の、まあ木の板の、まあ板目みたいなものを入れたり、まあ、屋根だったり、いろんなところにちょっと少しずつ、色味を足していって、なんていうのかな、まあ距離感というか、まあ上下差というか、まあ光の表現だったりとかっていうのを意識し始めているっていうところでしょうか。なかなかベタ塗りだと、そういう光が感じにくかったり、まあ立体が感じにくかったりするので、まあ適切に、まあ、必要なところを、まあ明るくする必要なところは明るくして、暗くする必要のあるところは暗くするみたいなことをして、どんどん立体感とか光の印象っていうのをね、担保し始めてるっていうところでしょうかね。まあ、やっぱりデジタルのいいところは後からね、色を変えたりすることができたりとか、まあ、素材みたいな感じで、まあ、レイヤーを分けして作っておけば、
不透明保護を、することで、まあ、はみ出さずに、うん、細かい色が塗れたりするっていうのがすごく便利だったりしますね。アナログだとね、マスキングしたりとか、もう最初の地塗りの、まあ、水に濡れてる段階で大部分決めなきゃいけないっていうのが結構大変だったりはするんですが、だいたい家もでき始めてきて、まあ、それ以外の部分を、まあ、クリスターの方に、まあ、もともと自分が描いたものをクリスターの素材に登録しておくことでパッパと取ってきたりっていうのがだいぶ楽だったりするんで、うん、まあ、別にクリスターを使わなくても素材フォルダーみたいな中にたくさん、まあ、データをね入れておけば、まあ、そこから選んで、うん、いちいちファイルを開いて、まあ、持っていくってことも可能なんですけど、まあ、クリスタの素材フォルダーがすごく使いやすくて、まあ、そのためだけでも結構、うん、クリスタって利用価値あるなみたいな感じで、うん、クリスタの併用みたいな感じでやってますね。まあ、クリスタにも相当数、ね、ブラシたくさん入れ込んだりしたりするんで、まあ、クリスタに向くような作業はクリスタですることもあったりしますね。まあ、サイ2の場合だとやっぱできないことがいろいろあったりして、まあ、ワープ変形ができないとか、あとはなんだっけ、色調補正レイヤー的なものがちょっとなかったりっていうので、まあ、そういう部分を使うために、クリスタを使うってこともあったりします。そうですね、まあ、家の方もだいぶ出来上がってきた感じですね。まあ、ブラシによってはね、まあ、ちょっとザラつきなるものを使うことで、まあ、コンクリートのザラついた質感を表現したりとか、まあ、あとは、まあ、特殊効果の上になんかレイヤーに質感をなんか混ぜ込ませることができたりとかするんで、まあ、たまにそういうのを使ったりするのもやっぱり時短にとっては重要なテクニックの一つだったりはするかななんて思ったりしますね。まあ、素材を作って、まあ、等間隔ラインみたいなものもちゃちゃってやっぱり、サイズがすごく早くできるっていうのはやっぱりとても便利だったりはしますね。まあ、今はちょっと手作業でまあ細かいところは木の木目を入れたりとかしている感じでしょうか。まあ、あとはちょっと影とかも描き足したりとか、まあ、あとは光の印象を考えてっていうのと、ちょっと素材の方でなんか木の幹ですね、まあ、ほとんど色味がなかった感じだったんで、上から、なんだろう、カラーレイヤーで足したりしてるのかな。ハイライトとか、中間というか、まあ、ベースカラーはちょっと、まあ、黄色みのある色を使った方が木の幹とかがそれっぽく見えやすいっていうのがあるんでしょうね。まあ、奥の方だったりするとそういう黄色っぽさっていうのはない方が逆に溶け込んだりとかしてて自然に見えたりはするんですけど、まあ、周りの反射光とかによってやっぱりそういうところは、まあ、順次というか、まあ、随時判断しながら色も決めてってるっていうような感じでしょうね。まあ、ある程度描いていく、たくさん描いていくと、もうこういう場合はこういう色っていうのが大体頭の中に出来上がってきたりするんで、もう自分の、まあ、カラーパレットから、まあ、色の色相感っていうか、まあ、そういう、なんていうか、まあ、色を選択する場所が右上の方にあるんですけど、そのすぐ下にたくさんカラーパレットがあるので、まあ、そこから、選ぶっていうこともまあまああったりしますね。まあ、その方が色を自分でいろいろ考えながら塗るよりも早かったりするってこともあるんで、まあ家によってね、その馴染む色は少しずつ変わったりするんで、まあしょっちゅうまあバウンディングボックスっていうか、なんかポコポコ出てきてると思うんですけど、色調補正だったり、まあコントラストみたいなもので、ね、ちょこちょこ調節することもまあ本当にまあ頻繁にやったりはしますね。まあそういう頻繁にやるものはショートカットに入れておくっていうのもやっぱ鉄則かななんてことは思ったりはしますね。やっぱサイ2のいいところの一つとしては、そのコントラストを決めるときに色の濃さっていう部分がサイドに当たるんですけど、まあコントラスト明るさと、まあそのサイドも一度に、扱うことができるっていうのがやっぱ色調補正をする上ですごく便利だな。他だったらやっぱりね、二手間ぐらいかかるとこう一手間でいけるっていうことがね、ちょこちょこあったりして、まあそれでまあ機能はひょっとしたら他のソフトよりも少ないかもしれないですけれども、やっぱり処理の速さとか、まあ時短ができるところが多かったりするので、まあそういう意味でもサイ2はよく使ったりしております。今はガラスを描いてる感じですね。まあガラスもね、なんか右上と、まあ右だけ描いてしまえば、
それをまあ上下反転左右反転って作ることで、まあ四方がちゃんと絞った形、絞ったというかまあ抜いた感じのガラスができるみたいな感じで、まあ一枚作ればね、それを複製できるっていう形でガンガンガラスを当てはめたり、今はドアノブを変えているところでしょうか。そうですね、まあ窓枠もちょっと細かいところ、まあ、手前を置くみたいなのをしっかり解体することでより説得力とか出てきたりするかなとか、あとは家の前の足場も、それからまあ煙突もそうですね、まあ、ちょっと石の質感をちょっと書き込んでるっていう感じですね。まあ、書いては馴染ませみたいな感じで、今はちょっと空気感を入れてる感じでしょうか。絵の方は今どれぐらいかな、もうだいたい終わってますね。おお、終了か。だいたい、おお、あ、完成ですね。完成がちょっと短いんで、おお、とっとと、10分34秒か。まあ、だいたいこれで完成ですね。まあこれも前回の船に引き続き一点通しっていうことで比較的簡単な部類なので3時間ぐらいで、うん、まあこれに関しては下書きの書き直しっていうことだったんで、まあ本当にゼロから書いて、まあ、3時間ぐらいっていうところでしょうか。まあ、やっぱりね、素材の使い回しみたいな感じで、空とか、まあ、木とかに関しては、うん、まあ、素材を使ったりしているわけですけれども、まあ、それの書き方などに関しても、別の動画で参考にしたりしますので、まあ、よかったらそちらも参考にして見ていただけると良いかなと思います。今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。